グランツーリズムシリーズは、車への愛と尊敬に満ちた作品として、まあ、約25年の歴史がありますけれども、このグランツーリズム7は、まあ、歴代のグランツーリズムの中でも、まあ、頂点になる作品だと思います。シリーズの現時点での完成形です。まあ、言ってみればグランツーリズム25周年記念作品と呼べるものになっていると思います。グランツーリズム7の開発にあたって僕らがすごく気をつけたことはですね、まあ、これまで自動車文化に接したことがない方でも奥深く豊かなね車の世界を知っていただけるように、そこを気をつけました。で、僕らの目的は、まあ、あらゆるプレイヤーが楽しめるドライビングシミュレーター、カーライフシミュレーターを作ることでした。ハードコアなグランツーリズムファンの方でも、まあ、シリーズに初めて触れる方でも、この GT7 グランツーリズム7は楽しめるはずだと思います。車に関してなんですけれども、まあ、車の歴史はすごく長いです。で、世界も広大で、まあ、魅力的な車ってたくさんあるんですよね。で、今回グランツーリズム7では、まあ、世界中の60以上の自動車ブランド、そして400車種以上の車を用意しました。その車が走る世界、まあ、コースについてなんですが、これは全世界34のロケーションと、まあ、90以上のレイアウトを最初から準備しています。そしてそれらの、ね、コースとか車とか、まあ、そういったものは今後オンラインによるアップデートで追加されていきます。はい、それではグランツーリズム7について、詳しく見ていきましょう。まず新しいマップ画面です。このマップ画面ってグランツーリズム7のあらゆるフィーチャーアクセスできるメニューになっています。来るときにイメージしていたのは、カーライフを楽しむための、まあ、車リゾートっていうものがあるとしたら、まあ、キャンペーンモードを始めるにあたってまず最初にやることは与えられたクレジットでコンパクトカーを購入するところから。レースに出場してボーナスとしてもらえる車に乗り換えたり、稼いだクレジットで車を買い替えたり、あるいはそれらをチューニングしてアップグレードすることによってこのキャンペーンモードを進めていくことになります。まあ、おそらく過去のシリーズを遊んでいただいた、プレイヤーの皆さんにとっては、まあ、伝統的な遊び方だろうと思います。